はい、では今日も社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。この動画シリーズでは社長の仕事を毎日配信していくというチャレンジになっています。でまだ第1日目を見てない方はそちらからご覧ください。で今日は37日目ということですね。今日はね、一人になるということが、仕事です。一人になる、やっぱり中小企業の社長、スモールビジネスの社長って日々やっぱり忙しいですよね。常にこう社員とか顧客に囲まれてですね、なかなかこう自分でじっくりと考える時間っていうのがない、っていうのがまあ実態じゃないかなと思います。でこれは僕らが職人型ビジネスって呼んでるんですけれども、あるいは社長がですね、目の前の仕事に追われてなかなかこう会社の将来とか、自分人生の将来を考える時間がないっていうですね、そういう状態に陥っている社長って結構多いと思うんですね。でやっぱりそれだと目の前の、ね、仕事をこなしているだけだと、やっぱり経営の仕事をしているというふうには、言えないということで、そういう会社のですね、末路としては、5年後も10年後もですね、社長がずっと忙しく働いているという状態になってしまうということなんですね。そういう状態にならないためにも、やっぱり社長にはやっぱり自由な時間、考える時間というのが必要で、そのためにはやっぱり一人になる時間というのが非常に大切かなと思います。でこれは別の動画でも解説していますけれども、マイクロソフトの創業者のビル・ゲイツもですね、定期的にこう一人になって考える、将来を考える時間っていうのを取っていたというふうに言われています。特に今のみたいにですね、いろんなこうデバイスとか SNS とか発展していて、常にこう外部との情報がなんていうかな、取れる時代になってくると、やっぱり一人になれる時間っていうのは非常に貴重なんですよね。逆に言うと、そういう時間を意図的に作っていかないと、作れないということなんですね。でこれ僕らの、師匠のマイケル・ガーバさんも言ってますけれども、やっぱり起業家の仕事っていうのは想像することだと。この想像っていうのは作り上げる方の想像ですね。でそういう想像する仕事をするためには、やっぱり頭の中が雑多な状態、散らかっている状態になっていると、なかなか想像力っていうのは働かないというふうに言ってます。なので、そういう雑多な状態から逃れるためにも、こう日々の仕事とか日々の人間関係とか、日々の環境から離れて、一人になる時間っていうのが必要かなと思います。で今日はそれを試してみましょうということですね。でこれですね、ちょっと例を挙げたいんですけれども、私たちのお客様で、これいつもね、社長が一人考える時間を取りましょうっていうのは常々私たちがお客様に伝えているので、そのですね、そのお客さんも実践してくれてですね、一人になる習慣を作っていったんですよね。で当時一番最初にお会いした時には、その会社の旅行業の会社の社長だったんですけども、大体社員が100人ぐらいいる会社の社長で、最初はですね、100人いるんだけど、やっぱり現場で常に社長も社員と一緒に働いているという状態だったんですね。でそこから抜け出したいと、もうちょっと自由時間が欲しいということで、ご相談に来られて、でそれで会社の仕組み作りというのをお手伝いしてきたんですけれども、でそれでこの一人になりましょうという時間をですね、一人になる時間を取りましょうという話をさせていただいて、でそれでそれを実践してですね、最初はですね、会社に毎日ずっと朝から晩までいたんですけども、午前中だけ行かないようにしたんですよね。でそれで、その行かない時間に例えば本を読んだりとか、自社のこうビジョンを作ったりとか、計画作りに使っていたんですけども、そのうちにですね、だんだん、自分が行かなくてもですね、会社に行かなくてもこう組織が回るような状態になってきたんですよね。である時にちょっと連絡したいことがあってですね、その社長に、会社に連絡したらですね、社員の人がですね、社長は今旅に出てますっていうふうにですね、言っていてですね、これはもちろん半分冗談なんですけれども、旅行業の社長なんで旅行が好きでですね、その旅行が行きたいから、その自分の自由時間が欲しいっていうこともあったんですけども、そんな感じで、旅に出れるようになったということですね。最初は本当に1日数時間だけあったんですけども、それがそのうち1日行かなくても大丈夫になって、そのうち1週間いなくても会社が回るようになったということなんですよね。そんな感じでこの1人になる時間っていうのは非常に貴重ですし、その1人になることで逆に社員の人たちは自分たちで考えて行動できるようになるということなんですね。
なので今日はぜひこの一人になる時間っていうのを取っていこうかなという話をしたいと思います。で、じゃあこの一人になって何をやるのかということなんですけども、これもいくつかね、あるんですけれども、まあ、例えば、自分のですね、価値観について考える、自分は何をこう大切にして生きているのか、何を大切にして経営をしているのか、これ僕らはコアバリューっていうふうに呼んでますけれども、まあ、それについてじっくり考える時間を取るとかですね、あと会社のビジョンですよね、5年後10年後自社はどういうふうな会社になっているのかという、そういうビジョンを考える時間に使ったりとか、じゃあそこに向けて、具体的にどういう戦略、どういう計画を取っていけばいいのかっていうことを考える時間を取ったりするということですね。あとはじゃあ社内にどういう仕組みがあれば、もっと会社が成長するかっていうことを考えたりとか、まあ、そんな感じのことをですね、考える時間を、一人の時に取るということなんですね。でこういうことってなかなか社員の人がいるとできないですよね。やっぱり問い合わせが来たりとかですね、こう周囲の仕事の状況というのが気になっちゃいますので、会社にいるとなかなかできないということで、これをですね、一人になる時間を取ってやるということなんですね。でこれ注意点としては、携帯で言いますか、スマホを、まあ、できれば持っていかないか、もしくは電源を切るということなんですね。でスマホってやっぱり、通知がちょいちょい来ますんで、それが来るたびに集中力っていうのは妨げられちゃうということで、まあ、さっき言いましたけれども、やっぱ想像するにはまとまった時間が必要なんですよね。でそれがスマホでですね、メールが来たりとか、なんか SNS のメッセージが来ると、もうそこで中断されちゃいますんで、集中力が。もうせっかく一人になってる意味がないということなんで、できればスマホは持っていかないか、もしくは、電源を切るというふうにことをお勧めします。で私もこれ、月に1回ですね、実践してまして、まあ、私の場合、合宿ですね、一人合宿で、例えば温泉に行くとか、まあ、そんな時間がないときには近場のホテルにこもるとかですね、そんな感じで一人の時間を取って、なるべくこうデジタルなデバイスっていうのを開かないようにして、まあ、本を読んだりとか、あとなんか考え事をしたりするっていうですね、まあ、そういう時間には出てます。でそういうふうに最初はね、1日全部開けるとか難しいかもしれませんけれども、1日1時間っていうところから始めてですね、この一人になるっていうことになれるっていうことは大切なんですよね。ぜひその習慣を作っていただくといいと思います。というわけで今日は一人になるということですね。これをぜひ試してみてください。ではまた明日お会いしたいと思います。